私はですね、日本の創価学会が、先ほども触れましたけれども、やっぱり被爆の実相を伝えていくために、戦争を知らない世代が直接被爆をされた方々に、あるいは戦争を経験された方々に、取材を出向いて聞き書き運動をして、その記録を残し出版をするという運動を1970年代に始めました。12年間で80冊出版しました。私も若い青年として、当時この運動の事務局長をさせていただくようになり、被爆者の方々のところを訪問をして、話を伺うということにも取り組みました。今でもそうですけども、当時はさらに被爆をされた方々が自分の体験を語るということを大変に苦痛に思われている、そういう人たちが多い時代でした。何回も通う中で、この活動の趣旨を理解をしていただいて、重い口を開きながら、時にはおえつを吐きながら一言一言紡ぎ出される被爆者の方たちの言葉を聞いて、私は強い衝撃を受けるとともに、生涯この運動には関わっていこうとした、それが私の大きなベースになっています。その思いは、核被害者の方たちへの核問題だけにとどまらずに、世界中のいろんなサポートを必要としている地域や人々へ何かしらできることはないかと常に考える自分自身のベースにもなっていると思います。